アレイ、来てくれて感謝する。ゼノイラ軍は共通の敵だ。共に戦わなければ勝てはしない。理屈はいいんだ。この恩は生涯忘れることはないと伝えたかった。そしてもう一つ、恩人である貴公に伝えておかねばならないことがある。それは一体？私にはルートヴィヒという兄がいる。全てにおいて私より優れ、父と母、何より民に愛されていた。本来なら兄が王位を継ぐはずだったが、あの戦いから行方が知れない。ヘルマンをゼノイラ軍に送り込んだのも兄の考えだ。ついてきた皆には申し訳ないが、私がやっているのは所詮兄の真似事だが、兄のいない今、虚勢を張ってでも私がやるしかない。父のマントを身につけたのはその覚悟を示すためだ。父君のマントを身につけたのか。少しだけ威厳が増したように見えるぞ。軽口のつもりだろうが、額面通り受け取っておこう。反応がつまらんな。ところで二人で何の話をしていたんだ？何、大した話じゃない。兄の昔話を少しな。ルートヴィヒ王子の話か。この話はもういいだろう。夜陰に乗じて突入する。時間に遅れるな。ヘルマンの部隊と合流し、ソルドラーガ城を奪還する。そろそろ時間だな。ギルベルト王子、解放軍が城へ進軍を始めました。我々も出陣するぞ。はっ。話とは何だろうか。戦いの前に呼び出してすまない。どうしても二人で話す必要があってな。あの剣士、ルートヴィヒ王子だな。え、気づいていたんですか？リア、お前知っていて隠していたんだろう。そんなことは。まあいい、来られたようだ。ルートヴィヒ王子、久しいな。気づかれていたか。ゼノイラとの戦いから行方が知れないと聞いていたが、随分と髪を伸ばされたようだな。ここで私の正体を知る者はリアとあなただけだ。どうか秘密にしておいていただきたい。私は隠し事が嫌いだ。このことはアレインには伝える。秘密が守られなければここを去るまでだ。生きていることが分かったのに行方をくらまされては元も子もない。今は口外しないと約束しよう。だがそれもソルドラーガ城に着くまでだ。それでいい。それまでは解放軍の兵として戦おう。こういった形であっても弟の力になる機会があるのはありがたい。なるほど。ギルベルトは兄の代わりとして王家の責任を果たそうとしている。闘技場でも言っていたが、城を取り戻した暁には即位するだろう。だが後で兄が生きていると知れば、ギルベルトが悩むのは想像できる。私もコルニア王家最後の一人として責任を果たそうとしていたからな。バージニアは俺が生きていたことを知ってどう思ったんだ？正直に言えば、嬉しさ半分、悔しさ半分といったところだ。私はイレニア様に憧れていて、
今もコルニアを復興する意志がある。だからといって継承順位を覆そうなどという考えは持ってないぞ。それよりもアレイン、さっきの話だ。アラミス、いや、ルートヴィヒ王子にギルベルトに会うよう説得してくれ。わかった、俺から話してみよう。アレイン、ありがとう。ギルベルトと似た立場のお前の話ならきっと耳を傾けるはずだ。よし、行こう。さて、よし、私に任せろ。出撃だ。おう、どうする？任せとけ。出陣します。何なりと仰せのままに。手加減はせぬ。これはここまでよ。防御を固める。逃さない。終わりよ。しのいでみせる。追撃よ。受け止め。ここまで追い打ちよ。ちくしょう。行くぞ。押し通す。心をぶっ飛ばせ。ちくしょう。うっ、回復を。やりましたな。槍が冴えてきたぜ。解放軍に勝利を。作るがいい。打ち果たす。援護します。守る。カノは絶対に勝とくぞ。やるしかねえぜ。引かねえぜ。ぶたすな。こっからだね。まだ覚えてはおりませんぞ。傭兵と侮ったか。気持ちでは負けてねえ。へっちゃらだぜ。触れろ。嫌がったな。打ち負けろ。行こうぜ。まだよ。やってやんな。くそ。まだ。小ざかしい。
どう出るべきか。向かおう。コルニア王族の力見せてやろう。すぐに向かう。勝利したぞ。いかがいたしましょう。お任せを。手加減はせぬ。負けません。防御を固め。無駄だ。続くぞ。逃がす。おい、守る。行く。貫け。傷を癒します。貫け。行くぞ。心は強行。無念だ。うお、解放軍に勝利を。操作もありませぬ。一歩たりとも通すまい。勝利は目前です。わけにはいかぬのだ。お任せください。は。任せておけ。そこか。何なりと。かしこまりました。私が相手だ。仕方なく。見せてくれ。しないで見せろ。ビッグだな。守る。援護します。押し通す。かかったな。お返しだ。だけだけ。お返しだ。切り進む。来るがいい。負けません。これは共に進もう。手当てを。解放軍に勝利を。解放軍に勝利を。作戦通りに行くぞ。出陣いたします。どこへ参りましょう。お任せを。行くぜ。やってやるぜ。はいよ。出撃するぞ。さあ行くか。ひとっ飛びだ。私が相手だ。じっとしてなさい。せいよ。これならどう。とは好きには。おとなしく。続きます。しのいで見せよう。反撃だぜ。かかった。行くぞ。静かにして。行くぞ。やってくれたな。こっからだ。ぶっ飛ばれ。反撃だ。やってくれたな。ぶっ投げる。反撃だ。かかったな。かかったな。もしかしたら。やりましたな。この地は守り抜きましょう。
何なりとご指示を。出撃する。我が誇りにかけて使命を発揮。押し通るな。まだ元気を出さないと。やりやがったな。ふざけんな。勝利こそ全て。俺ってば才能の塊。限界を超えよう。私いいでしょ。小物め、どけ。ご命令のままに。この槍、民のために。お任せください。あなたの盾となりましょう。進軍します。さ、どうすんだい。叩っ切る。こいつで。あやろ。反撃だ。この野郎ぶち抜け。スカーフよ。そこだ。やって。力を貸す。万全じゃないんだが。ああ来るがいい。打ち果たす。やっちまえ。防御を固める。しのいでみせよう。打ち抜け。傷を癒します。行くぞ。かかったな。反撃だぜ。どけどけ。お返しだ。おや、はい、いかがいたしましょう。仰せのままに。何なりとご指示を。出撃する。指示を願う。承知した。民のためにも見せてやろう。援護せず。やってくれだな。痛かったわね。反撃だ。バカだ。かくしょう。かかったな。回復するわ。返してやるぜ。やってくれだな。調子に乗るな。かかったな。ぶっちゃけ。これぞ使命。執念が私を強くさせる。我が誇りにかけて。どうだよ。元気を出さないと。共に戦い。邪魔するな。邪魔せ。逃さない。回復するわ。ああ、こんなところで。深く。こんなところ。神に捧げる。身の程知らずめ。さて。よし。さて次は。さてどうしたもんかね。力の差があるよ。こいつは後悔するぞ。皆の者、私に続け。奪われた誇りを取り戻すのだ。先手必勝だ。勝利を意識しろ。貫く。続く。バカな。まさか。負けられないのだ。思い知ったか。考えるんだ。
向かおう。先を見据えて行動だ。進軍する。ここだな。手加減はしない。かかったな。反撃だぜ。この力が明日を積む。よりお役に立てそうです。先に進む。備えあれば憂いなしだ。覚悟するのだな。勝利にまた近づいたわ。勝利したぞ。次の一手はいかに。この場から退避しろ。手加減はしない。私が相手だ。負けません。します。私に歯向かうというのか。静かに。月には王族の力を見たか。もっと強くならねば。この私に勝てるとでも思ったか。コルニア王族の力見せてやろう。すぐに向かう。覚悟するのだな。私が行こう。了解。体がきしむね。分かったよ。限界なんぞまだまだ先だ。申し訳ございません。ああ、頭がぼんやりしてきたぜ。すぐ行くぜ。上等じゃないか。行くぞ。やってくれたね。クソが。この力早く試したいね。どいてな。到着したよ。厄介な敵だ。相手をしよう。ご期待に応えましょう。承知しました。さーてと。わかった。倒れるわけにはいかん。仰せのままに。私に任せろ。いいだろう。
作戦通りに行くぞ。行くぞ。どう出るべきか。よし。私を標的にするとはな。覚悟するんだな。やらせん。させぬ。逃さん。さあ来い。逃す。これからはもっとお役に立ちますよ。このまま進みましょう。お相手いたしましょう。風を味方に。気をつけて。勝利です。少しは強くなれたで。また少し強くなる。まだまだ強くなるよ。我が軍に誉れあり。手加減はしない。覚悟するのだな。勝利にまた近づいた。さらに精進します。少しは強くな。この力が明日を紡ぐ。我が命を預けよう。移動する。待機する。次はどうすべきか。到着しました。ここが目的地ですね。命令とあらば。死力を尽くす。到着したぞ。さて行くぞ。何があった？反乱軍が前線を突破し、城へ迫っております。そうか。いや、面白い。そうでなければ張り合いがないというもの。いいだろう。相手にとって不足はない。出撃の準備をしろ。私が直々に打って出る。命令とあらば。我が命を預けよう。次はどうする？この力が明日を紡ぐ。勝利にまた近づいたわ。死力を尽くす。考えるんだ。ぬかを。私めにお任せを。お任せを。さあ行くか。
任せておけ。指示を頼む。体はまだ動く。すぐ行くぜ。目標地点まで来たぜ。好きにはさせない。おまじないだよ。あ、そう。ここは俺が。行け。逃げる。私が頼む。おい。それ。やらせるか。行け。逃さねえぞ。回復するわ。貫け。すぐに回復するわ。クライダー。癒しの力よ。行っておいで。まだまだ精進せねばなりませんな。さて、よし、次の行動は。さあ来い。触れさせません。それは、それ。お守りします。ずらす。すぐに回復するわ。触れさせません。ずらす。回復するわ。集中するんだ。行かぬ。まだいる。ここは俺が。かかったわね。元気になって。行っておいで。そうだよ。私が立てる。突き抜け。やっ。なんてこれだ。狙い通り。これでどう？もっと。このまま行こう。狙われている。好きにはさせない。お守りします。さあ来い。ここは抑えた。好きにはさせない。そこ。回復が必要だな。舞台を立て直さねば。進軍する。治療が必要だ。何なりと。かしこまりました。満足いく相手とやらせな。ああ。お呼びでしょうか。お任せを。任せておけ。そこか。ちょっとまずいぞ。舞台を立て直さねば。来ません。もらった。癒しよ。貫け。動く。どうぞ。もう援護します。良い調子です。ご期待に応えましょう。ここは危険だ。お相手いたしましょう。小坂チャラクサ。行きますよ。一掃します。はい、回復します。現実に行きましょう。引きません。
一歩ずつ前に進みましょう。手加減はせぬ。防御か。狙いなだ。続くぞ。まだだ。まだだ。守る。貫け。射抜く。これは。やるしか走行。解放軍に勝利を。傭兵と侮ったか。いかがいたしましょう。お任せ、私めにお任せを。俺が相手だ。私が盾に。さあ、それ。お守りします。隙が空くよ。すぐに回復するわ。おまじないだよ。無意味よ。クライダー出せるか。お見通しよ。回復するわ。癒しの力よ。集中するんだ。元気になって。このまま行こう。まだ成長できるもんだね。勝利を積み重ねよう。我が武勇お見せしましょう。治療が必要だ。いいだろう。有効に使ってまいりましょう。お相手いたしましょう。何なりと。かしこまりました。我が武勇お見せしましょう。が悪いかと。これ以上思いのほか深で。必要な時に使おう。到着だ。ここは抑えた。どう出るべきか。行くぞ。私が行こう。了解。どうにかしねえと。狙われている。来るがいい。勝つ。傷を癒します。絶対に勝とう。はい、加勢いたし。こっからだね。効かないぜ。しのいでみせよ。せりゃ。回復を。まだ衰えてはおりませんぞ。この力必ず役立てます。日頃の鍛錬の成果ですわ。解放軍に勝利を。手加減はせぬ。負けません。これは共に進もう。受けてみろ。わからんな。心を燃やせ。それ手当てを。やりましたな。この力使ってくれよな。操作もありません。来るがいい。苦戦は必至か。私に歯向かうというのか。無駄よ。はい、私も。お守りします。図に乗るな。無駄。乗れ。図に乗るな。無駄。そこだ。やってみろ。許さん。無ね。よ。そこだ。おっしゃ。まずいね。反撃だ。ぶち抜け。そこだ。
気にはさせない。触れさせません。スライス、それ、お守りします。スカーピオン、回復するわ。おまじないだよ。光る、私が盾に。許さないわ。すぐに回復するわ。やっ、これでどう。いい直射、もっと強くならねば。私だって負けられないもの。やったぞ。さて、よし、制圧した。コルニア王族の力見せてや。よし、ここだな。少し休みてえな。任せろ。乗り越えてみせよう。目標地点へ進軍する。どうにかしねえと。厳しい状況だ。行くぞ。覚悟する。私の勝ちだ。指示を頼む。任せておけ。相手になろう。このような奴らに遅れを取る。来い。飛竜と共に強くなろう。私が行こう。ひとっ飛びだ。覚悟しろ。さらなる力がまだまだ高み。もっと癒していきますよ。当然の結果だ。相手になろう。この調子で行こう。さあ行くか。了解。民のためにも。次の一手はいかに。作戦時間が残り半分だ。みんな頑張ってくれ。どうよ。到着。私が行こう。見せてやるぜ。次はどうするよ。どんなやつも黙らせてやるよ。すぐ行くぜ。見せてやるぜ。どうよ。上等だ。決まっていくぞ。突き抜け。俺が相手だ。今の覚えたぜ。貫く。私がついてる。抜くんよ。やってやんな。ほら、おら、お返しよ。せいぜいあがきだ。反撃よ。どんな奴も黙らせてやるよ。任せとけ。考えるんだ。行くぞ。任せておけ。
そこか。制圧だ。到着したぞ。叩き切る。力を貸す。かかったね。許さないわ。あたしに任せな。そこだ。うがっ、おっと、貫く。宮城で。まさか。行くぞ。ぶっ飛び。見たかい、この力。調子上がってきた。学びは尽きないな。大したことなかったね。ここだな。どう出るべきか。よし、見せてやるぜ。次はどうする。骨のあるやつは嫌いじゃねえぜ。そこ行こうぜ。無事か。話になんだよな。これが砂漠の民の教授だ。上等じゃないか。こいつ、これでも反撃だぜ。やるじゃねえか。叩きのめし。はい、見えよ。どこまで強くなるんだ俺は。どいてな。到着した。早く戦わせろ。わかったよ。さ、どうすんだい。考えるんだ。どう出るべきか。さて、全力で答えよう。どう出るべきか。行くぞ。さあ次は。さあ来い。行っておいで。出させません。かかった。それ、まだ。お守りします。すぐに回復するわ。集中するんだ。え？それ。行っておいで。よし。この力で皆を守りましょう。よし。考えるんだ。よし。ここは抑えた。早く戦わせろ。満足いく相手とやらせな。早く戦わせろ。やってやるぜ。わかった。急ごう。作戦時間に余裕がないぞ。次はどうする。さーてと。どう出るべきか。行くぞ。好きにはさせない。私が立てる。いけな。回復するわ。集中するんだ。効
まぬけめ。おまじないだよ。光よ。えい。いい調子だ。私だって負けられないもの。若い子には負けないよ。やったぞ。ごめん、姉貴。俺のせいでこんな。いや、いいんだ。私こそすまない。それでも守りたかったんだ、あんたを。失礼する。ギルベルト様。やはりな。そのお友達、ゼクスヘルム家の霊嬢ではないか。祖国であのような集体を晒し、合わせる顔もありません。済んだことだ、気にするな。だが、なおのこと合点がいかない。なぜゼノイラの将軍となったのだ。古代ゼノイラの遺物であるこの鎧を手に入れるためです。奴らと戦うには力が必要となる。それでゼノイラに取り入ろうと。そういうことだったのか。親父の仇を討つために。だがゼノイラに関わればあんたを巻き込むことになってしまう。すまない。戦いから遠ざけるためにあんたにひどいことを。姉貴、もう失いたくなかったんだ。父や母だけでなくあんたまでも。ならば答えは出ているではないか。どうするべきか。置き去りにされる側というのは実に辛いものだな。あトラビス、邪魔をしたな。私も決着をつけに行くとしよう。トラビス、もう一人にはしない。ずっとそばにいると誓う。姉貴、信じていいんだな。約束だぞ。ああ、これからは一緒だ。心配かけたね、トラビス。姉貴。生きていたのか。なぜすぐに戻ってこなかった。ゼノイラとの戦いで父上を失い、俺の軍も全滅した。無能の烙印を押された俺が戻ってどうなる。父上が亡くなったあの戦い、あれは兄上の責任ではない。支配の術ならバージニアから聞いた。グロスタの裏切りもそれが原因だとな。だがそれを今さら言ってどうなる。それならなぜ戻ってきたんだ。お前に会うようアレインに強く説き伏せられた。ギルベルトが王になるのを迷わぬようにな。お前はよくやっている。父上も喜んでいるだろう。ルートヴィヒ王子、やはり長子である兄上が王位を継ぐべきだ。俺は一度この国を捨てたのだ。王位を継いでもろくなことにはならん。
無能な王が戻ってきたと臣民も混乱するだけだ。兄上ならば俺よりもきっとうまくやれるはずだ。身内の根踏みは甘いのに、お前は自分に厳しすぎる。兄上、お前を信じて集まった者たち、彼らの期待に応えてやれ。彼らがドラケンガルドの王として望むのはギルベルト、お前だ。兄上はこれからどうする？一傭兵としてガレリウスを倒すため解放軍と共に戦うさ。ならば俺も解放軍と共に戦おう。ダメだ、お前はドラケンガルドを立て直せ。ドラケンガルドの王は俺だ。一傭兵の言うことなど聞けないな。仕方のない奴だ。父上のそのマントよく似合っているぞ。